寒風遺跡寒風雇用跡群は、岡山県瀬戸内市牛窓町長浜にある、末期用の遺跡、国の史跡。瀬戸内市内には、古墳時代から平安時代にかけてのコマ駒跡が点在し、奥雇用跡群と呼ばれており、中四国地方最大の末期生産地であった。この末期が、現在の備前焼に発展したと言われている、奥雇用跡群の中で、 寒風雇用跡群は最南端に位置し最大級のものである。標高50から60メートルの丘陵の南西斜面に位置する。創業期間は7世紀のアスカ時代を中心とした約100年間である。昭和諸島、地元の郷土史研究家である時キザ木水は遺跡周辺の水域を大量に採取、研究史を発表しここに遺跡があることが認知されるようになった。 昭和53年遺跡の磁気探査とトレンチ調査が行われた。昭和61年2月5日に国の史跡に指定された。遺跡の保存と公開のためせと内視教育委員会により平成17年から平成20年にかけて発掘確認調査が行われている。遺跡は1号用、2号用、3号用からなる。 一号用には三機の釜跡が確認されており、現在は三号用まで合計五機の釜跡が確認されている。釜で焼かれていた末器は主に蓋、月、高月、平平、皿、亀、パチなどであった。また特殊なものとして、陶管や寺院の屋根に飾られる獅カンガなどで使用される硯などの陶器も製造されていた。これらは藤原系など、 奈良県内にある古代の土石や近畿地方の遺跡などからも出土しており、寛容の役割も果たしていたようである。遺跡の南側にある公立の施設。時兼木水が採集した水液の一部や調査地の出土品を展示している。この地の陶芸家の作品を展示、販売している。釜を備えており土ひねりや絵付けなどの陶芸教室も実施している。入館料は無料。 休館日は月曜日。遺跡の周囲では15件の陶芸家が作陶を行っている。備前焼きが中心であるが、数件は釉薬を使用した陶器を製作している。ありがとうございます。